ばんは。こんばんは。こんばんは。じ。とくん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。連日配信でそうね。毎日配信したい2日目。変えとこう。こんばんは。こんばんは。い。こんばんは。明日は9時半はできないから、ちょっと早い。9時かも。明日は。明日は9時か。明日は9時か。知らない。今日は2024年今日は2月20日2月20日だね。なんか壇上があんまり人がいないんだけど今日。スーダーさん、あ、ありがとうございます。アロマさん、ありがとうございます。タム、あ、ありがとう、ありがとう。え、なんか今日めっちゃ歌ったから声が枯れませんけど。ラベネコさん、あ、ありがとうございます。ねえ。ねえ、なんか書くことあったかな。前使ってたさ、赤いペンがどっか行っちゃった。今日は今日の髪型も可愛いですね。あ、今日はさ、寝坊したからそう、結べなかった。何もやってない。こんばんは。なんかこんばんは。こんばんは。こんばんは。そうね、今日も早く寝ます。実は最近めっちゃ昼夜逆転してる。あ、ありがとうございます。そうね、こんばんは。引きごまひごまこんばんは。明日はね、そう、朝は早いけど昼間は何もないから
明日の配信は、明日の配信は何時だろう、6時とかかもしれない。なんでにしよっかな、何時にしよっかな、何時にしよっかな、何時にしよっかな。今日はそうだね、今日は練習をしてました。定期があるので今日はそう、定期公演が今日まで、今日まで、あのそうファンクラブが今日までで、多分このあと一般の受付が始まるのでね、入ってない人もぜひぜひ、そうね、もうそう、また多分さ当日券になると思うので、気が変わった人もぜひやっぱ行こうかなってなった人もぜひ来てほしいなってよろしくお願いします。そう、今日はあ、やばい、黄色ってさ見えないね、黄色って見えないね。明日は、明日の配信は何時がいいかな、何時がいいかな、何時がいいですか私あんまり明日は静かな、明日静かじゃない、明日は予定が夜はないので何時もいいんだけど、何時にしよう、何時か、平日だから遅い方がいいかな、9時か、9時、黄色見える、あ、見える見える、ああ遅い方がいいね、平日だから。なんかね、今日はね、そう、あ、9時ぐらい、多分平日は毎日やるなら9時半かなと思ってたので、明日は9時かな、じゃあね、9時かな、9時かな、やっぱり9時かな。そう、まあ遅い方がねえ、いいよね、人が。え、今日はみんなはお仕事ですかお仕事ですか、こんばんは、こんばんは、高島さん、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。今日はね、青が、てかさ、ちょっとリサボンぐらい喋ろうと思ってそう、一人で喋ろうと思って、やばい、何喋ろうそう、一人で喋ってたので、この前何を喋ろうかな、あ、昨日は麻婆豆腐を食べました
最近は料理するのにハマってるので、リサポンずっとお話ししてない。そう、なんか本当に一人でさ、喋んないと一人で喋れないから、リサポンがね、本当にずっとこうなんか喋って、それからつなげてなんか喋るっていう、すごいよね。なんか喋ろうかななんか喋ろうかな、いつもみんなに話題提供してもらってるからね。なんか喋んないとダメだね。夏ちゃん、ありがとう。なんか喋んないとダメだね。可愛いちごはね、そう、可愛い。ちょっと最近絵描いてなかった。最近絵描いてなかった。何食べよう。明日何作ろうかな。ちょっと外カメラになっちゃった。お疲れ様です。あ、こんばんは。テイさん、ありがとうございます。こんばんは。辛いの大丈夫なの？いや、大丈夫じゃない。甘口を買って食べてる。甘口食べてますよ。そう、辛いの食べないですよね。料理配信やってほしい。今日ダメって言われました。今日ダメって言われちゃった。ダメって言われちゃった。つらい。私も料理したいなって思ってたんですよ。でもさ、確かに事故っちゃうかなって思って。下手くそだからね、料理ね。うまいわけじゃないからね。フライパンひっくり返すとかやりたかったんですけど、なんかちょっとダメって言われました。多分ダメね。大自然でチンするだけの配信とかやったら多分料理でも。いやーね、確かに料理はちょっとむずい。キッチンはさ、ね、キッチンはね、キッチンはちょっとやばいでしょ。うん、やばいでしょ。スイちゃんも料理味ダメって言われてた？あ、そうなの？そうそう。いや、わかんない。できるかもしんない。レンジとかならね。炊飯器のスイッチ入れる配信とかなら。どうですか？ダメか。待って、時計ずらしたんだった。やばい。時間がわかんない。時間がわかんない。リオンちゃんが、時間が分かんないんだけど。あと15分。あと15分だ。あと15分だったらしい。やばい。あと今時計をさ、ずらしてゲームしてるから、やばい。すぐあっという間じゃん。ほら、やっぱり一人で喋るなんてダメだ。ジュンさん、こんばんは。みんなからコメントで盛り上げるショールームはそれでいいんだと思う。いや、そうだよね。そうなんだよ。できればコメントねしてほしいんだけどさ、みさぽんみたいに一人で喋りたくない。あれも30分一人で喋るのすごい、マジで。なんか1時間ぐらいの満足感があるからすごいなと思ってね。え、そうなんだよ。シンセラサイドのメンバーは料理上手がいないだ。でもお菓子はさ、みんなうまかったね。この前のバレンタイン配信みんな上手だった。私はすごい簡単なやつ持ってたけど、みんなはちゃんとあれでしたよ。めっちゃ凝ったやつ
凝ったやつでした凝ったやつでした。めっちゃ美味しかったね。凝ったやつでしたよみんな9時45分ありがとう、ありがとうございます。えね、え星ってあれやん僕も甘口、あ本当、カレーとかも全部さ私甘口なんだよね。飲めないんですよ辛いもの。そうなんですよ。リオンちゃんが石川ちゃん絶対変えて言ってたよそうなの、そうなのか、そうなのかとか、なんかね、いつも自炊して、そうなんだよ。でも最近そう、前シチュー作ったってツイートしたぐらいから私料理ハマってる料理ハマってる。そう、冬はさ風邪ひきまくってさ、さすがにちゃんとしたもん食べようって思って、冬だからだね。でも今日から本当にめっちゃ暖かくて暑くてびっくりした。暑かった今日は。もうジャンバーいらない、素晴らしいね。3月ぐらいまで寒いと思ってた。北海道はさまだこれからじゃん、雪降るの。これからはちょっと言い過ぎたそうこれからじゃん。でもびっくり、えなんかね、もう春じゃない、もう春、えあうんね、ファンが10人になりました、素晴らしい、ありがとうございます。ウーバー頼んでできたものを完成え、ウーバーしたことない、私まだウーバーしたことないんですよ実は。やってみようかな、初ウーバーチャレンジ。え、ウーバーしたことない、怖くて、したことない。前やろうと思って結局やめたんで時をずらしてるゲームはあの動物の森動物の森です。今めっちゃずらしてる、なんか昼間じゃないと嫌なんだよね。中西さん、あこんばんは、はじめまして、はじめまして。リサポンは独特の世界観だから他の人がやるのは無理だと。いや確かに、確かにそうだ、確かにね。確かに確かに、あの一人で喋れないから、マジでさ私もコメント読んでもらおうと思ってしてたけど何も見てなかった面白いね。サウンさん、こんばんは、こんばんは。え明日からまた寒くなるってそうなの、え、そうなの、泣いちゃうよ、え、そうなの、え、そうなの、え、そうなの、ええ、めっちゃ喜んでたんだけど、ショック、マジで。え、もうあったかいのかなって思って、ディズニーランド行こうかなとかも明日から寒いのも、え、もうジャンバーいらないかなってショック、悲しいです、悲しいです。今は何分だろう。みんなのもちょっとお菓子美味しそうだった。いやそうなんだよ、めっちゃ美味しかったんだよね。私のはねただのチョコなんですけど私はただのチョコだったんだけども、リサポンのわさびも美味しかった、そう美味しくて美味しかった。
ね、こんばんは。こんばんは。ありがとう。アイドルがオーバーしたら女子は悪い。確かに確かに。いやでもそんなに有名じゃないから大丈夫ですよ。大丈夫なんです。全然まだ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 とか。まだ大丈夫ですよ。いないよね、この中にウーバーの配達員。さすがにね、やったことある人いないよね。ちょっとそろそろバイトの時間なんで、あ、ありがとう、ありがとうございました。島の前、そう、決まったの。決まりましたよ。え、てかもうあのみんなちょっと動物森やってないから分かんないと思うんだけど、なんか最初の最初が大事でね、その最初を決めるために4時間ぐらいかけてさ、やったの。よ、そう、60回ぐらい起動し直しみたいな。マジでかけてるこの島に。そうなんですよ。伊藤くん、あ、ありがとうございます。今何時？ちょ、5時5分になったら教えて、教えて。もういい加減の時計ね、いい加減直したいな。ディズニー行くの、いや行きたい、マジでディズニーランド行きたい。マジでディズニー行きたい、行きたいんだよ。もう最後に行ったのランドに行きたいんだよね。次は最後にディズニーランドは多分小学生の時。やばくない？何も覚えてないよ私。やばい。9時50分、ありがとう。ってことは？ってことはもう制服ディズニー、あ、確かにそう、制服ディズニーしたいねって言ってた。今日ちょうど電車の中でリオンと。確かにディズニーにさ、厚着で行きたくないじゃん。三冠シオン、三冠シオン、うん、そうなの。あ、じゃあもうちょいもうちょいであったか。3月ぐらいなら多分、3月の初めの方とかだったらディズニー行っても寒くない。私が行った11月は本当に寒くて、めっちゃ寒くて、ディズニーもめっちゃ寒くて大変でした。寒すぎて6時半とかに出たんだよね。だからそう、ナウ、あ、あ、あと5分だ。ちょっと怖いので早めに終わろうかな。ウーバーやろうかなって登録したことある。え、でもなんかさ怖いよね。え、だってウーバーの人にマックのポテト食べられたとか嫌じゃない？見たことあるよ私。そう、ちょっと嫌だよね。コロナとかインフルエンザ入ってるみたいだから、なんか体調気づけない。ありがとう、ありがとう。ね、みんなもね、そう、あったかいけど乗ってないアトラクションいっぱい。そう、いや私乗れないんですよね、私乗れないんですよね。実は全然乗れないんですよね。乗れないから、そう、乗れないからメンバーとはいけないや、一人で行くしかない。何しに。そう、この前のディズニーはさ、お姉ちゃんもさ何も乗れないからお姉ちゃんって言ったんですよ。そう、お姉ちゃんと言ったんですよ、乗れない仲間で。え、ちょっと待って、絶対もう読んだ方がいいね。この前は読めなかったので、今日はそう、早めにね読みますよ、読みますよ。ね、え、
ね、56分、あ、やばい、読みましょうか。明日も、明日のじゃあ9時から、多分9時から。13位、あ、ルカ、ありがとう、ありがとうございます。12位、あ、ちょっと待って、12位、メロイさん、あ、ありがとうございます。11位、高島さん、ありがとうございます。10位、ナスさん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位、引きこもらさん、ありがとうございます。8位、仮契約の新人さん、ありがとうございます。今日めっちゃ重い。7位、ナビネコピロさん、ありがとうございます。6位、アロマさん、ありがとうございます。5位、トーマのじいちゃん、あ、ありがとうございます。4位、チャム、あ、ありがとうございます、ありがとう。3位、テンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ブンブンしてるからあれだね、うるさいね。2位、スーダーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。1位、トク、ありがとうございます、ありがとうございます。よかった、今日は読めました。読めました、ありがとうございます。またカラオケ味でしようと思ってた。今日はね、そう、バタバタでできなかったんですけど、10時になると自動的に消えちゃうんで。そうなんだよね、そうなんだよね。そう、ちょっとなんか1分ぐらい許してと思うんだけど、多分ちょっとダメなんですよ。ダメなんですよ。そう、ありがとう、おやすみ、お疲れ様です。おやすみ。